はいどうもということでね、今日はハリアーさんのおケツから撮影しておりますね。で今日はね、このハリアーさんのおケツを中心にね、ちょっとご紹介したいと思います。オートパワーゲートをまず開けたいと思います。ここはい、開きましたと。でこのオートパワーゲートはね、高さの位置を調整できます。今例えばね、ちょっとね見えんか、まあ、これ一番高い状態ですね。でそれを例えばこの辺で止めたいと思ったら、ここでね2秒間長押し、はい、これでもうここをメモリーしたんで、次からこの位置ですね、ちなみにスマートキーでも開きます。スマートキーだとちょっと長押しで、はい、でさっきの位置に、メモリーした位置に止まります。ちょっと低くなったですよね。ちょっと低くなったんですよね。ということで、これを解除する方法、解除する方法は同じくここを7秒間長いですよ、7秒間押し続けてください。もうそろそろかな。はい、これで、解除になってるんで、もう一回閉めて、まあ、もうとりあえずスマートキーでやってるんですけど、どこでも開けていいです。前からもそうですしね。とりあえずスマートキーで開けて、で解除したんでまた一番上に戻っているっちゅうことですね。はい、これが一番高い位置ですね。ということで、次がラゲッジルーム。でこんな感じですね。特に変わり映えはありません。ちなみにエクストレイルの時は後ろにね、シガーライターがあったんですが、アリアにはついてないんで、ドラレコをリアにつけたい場合は前に引っ張るしかないみたいですね。はい、ということで、あとこの中オープン、スペアタイヤがない場合はこういう風にね、カー用品などを収納できます。で、こっちの横には、まあ、工具ですね。工具、必要な工具。で、こっち、なんか下にありますけど、あれも工具の一種かな。で、これがね、パンク修理キット。パンク修理キットですね。はい、応急修理キット、まだ使ったことないけど、どういう風に使っていいか分からんけど、まあ、使うことはないでしょ多分。でこれもそのパンク修理キットに使うやつよね多分、液体のなどなど入っております。まあ、こっちも収納ねできるみたいですね。はい、それで次がですね、フルフラット。フルフラットは、簡単です。もうちょっとこっち来て、後ろを開けりの後ろの席も広いでしょう。ただ背高い人は乗るときちょっとね、頭ぶつけそうな感じですね。はい、でフルフラットは、このヘッドレストはね外す必要はありません。こっちはもう開けとくか。はい、アームレストでここで開こうか、ドリンクホルダーと。でフルフラットはもうここをね、このレバーをグッと倒して、この逆側、
クターも倒して、はい、で戻ろう。フルフラットだとこんな感じですね。ゴルフバッグがねいっぱい乗るっていう、広いな、広い広い、十分車中泊もできるんじゃないですか、これやったらマット引いてね。ということでね、今回は新型ハリアーのおケツを中心の回でした。それではさようなら。